ジョン・ポール・スティーブンスは、アメリカ合衆国の法律家、法学者。1975年から2010年にかけて、アメリカ合衆国連邦最高裁判所、陪席判事の職にあった。スティーブンスは引退した時点においてはリベラル派の判事の一人だったとみなされている。シカゴ生まれ。当初は、母親と同じ文学者を目指して学業に励むが、第二次世界大戦が始まると、 情報士官として海軍に従軍。大日本帝国海軍の山本五十六連合艦隊司令長官の撃墜作戦に貢献した功績で、ブロンズスターメダルを授与された。一方で、スティーブンス本人は特定の個人の殺害の標的に、したこの作戦に疑問を感じており、後の死刑に対する疑念に繋がっていく。戦後は、司法の道に進み、 1975年に当時のジェラルド・フォード大統領によって最高裁判事へ指名され、2010年に退官するまでその任にあった。スティーブンスの著書には2011年発行のカイコロク・ファイブ・チーフス・エイ・シュプリーム・コートメモアールがあり、アメリカ合衆国連邦最高裁判所長が5代入れ替わる中法総会での仕事を続けた。フレッド・ビンソンの部下の一人として、 ウォーレンコート時代は、ザイアの弁護士として、あるいは売籍裁判官を務めた、ウォーレンバーガー時代とレンキスト時代、ロバーツ時代を振り返っている。2014年の著書6はメンドメンツ、How and Hawaii We Should Change the Constitution は、アメリカ合衆国憲法の条文に、第6条を追加、政治的手段として、ゲリマンダーの回避、政党中央部による地方選挙介入の阻止や、 選挙資金改革また、死刑制度、銃規制、主権免除について論じた。裁判年の99歳、死去の前に出版した最後の著書が、ザ・メイキング・オブ・エイ・ジャスティス・リフレクションズ・オン・マイ・ファースト94イヤーズである。ありがとうございます。